フライングヘリテージコレクションは、アメリカ合衆国ワシントン州エヴァレットのペインフィールド空港に隣接する施設の航空機博物館。収蔵機は、前期が資産家のポール・アレンが所有する機体である。種類は、主に第二次世界大戦時利用されたアメリカ、イギリス、ロシア、ドイツ、日本の軍用機である。正式には、フライングヘリテージ、空中戦、 兵器博物館である。機体の展示だけでなく、故障した機体を、デストアやリビルドで、飛行可能状態ないし、それに準ずる状態に復元し、定期的に展示飛行も行っている。収蔵機は零式環状戦闘機の22型と52型、P-51B や D、BF-109 などの著名な機体のほか、世界で唯一機体。 エンジンともにほぼオリジナルかつ飛行可能状態である、急に本陸軍航空部隊の一式戦闘機、春など、この博物館のみが所蔵する貴重な機体も多い。航空機に限らず、M4 シャーマン中戦車や九十五式軽戦車などの、装甲車用、一式軌道メートル速射砲や八八点センチメートルフラック十七と、対空サーチライト、欠点クラートなど、陸上兵器、 生体展示ではあるが、V1 飛行爆弾、V2 ロケット、目163個メートなどの特殊兵器もコレクションに加わっている。ミック -29 ファルクラムや F-105G、さらには、有人小型宇宙船のスペースシップ1、ホワイトナイトなど、第二次世界大戦以降の航空機も順次、追加されている。この他に、ノルマンディ上陸作戦時に上陸部隊が掲げていた。 正常機やエニグマなども所蔵しており、運営こそ財団が行っているが、実質ポール・アレンの個人コレクションを公開する施設となっている。入場料は大人18ドルからと、格安ながら大半の展示品に触れることができることもあり、地元の学校の学習などにも活用されている。2013年には増加する、収蔵物に対応するため格納庫を追加建設した。 ありがとうございます。